ワイン&子供ど真ん中プロジェクト。この番組は忍ぶ心を形に、心の葬儀社株式会社日本典礼と、小学生、中学生、高校生のための不登校のお子さんの安心の居場所、江東区亀戸にあるフリースクールアスパルと、放課後等デイサービスの業務をスマホで効率化、株式会社ユーゴワークスの3社の提供でお送りいたします。ワインさん、リスナーの皆さん、こんにちは。毎週火曜日の午後6時よりお送りいたしております。ワイン&子供ど真ん中プロジェクト。この番組は、千住から世界に発信、シーウェブからお送りいたしております。この番組へのご意見、ご要望、ワインさんへの歌のリクエストをお待ちしております。千住アットマークシーウェーブドットJP、こちらのメールアドレスにお送りください。最初にワイン&子供ど真ん中プロジェクトと宛名をご記入いただきますと助かります。メールをお待ちしております。さあ、お待たせいたしました。本日はワインのライブをお届けいたします。ワインオリジナル曲、待っています、夢の中で。夢に来てくれた、ずっと待っていたわ。ずいぶん会えなかったから、とても寂しかった。お別れはしたけれど、それは別のことです。こうしてあなたは私の中にいる。これからはいつも一緒ね。どちらかが望めば会える。待っていますよ、夢の中で。いっぱい笑ったね、一緒に涙した。あなたがいてくれたから、とても幸せだった。お別れはしたけれど、それは別のことです。こうしてあなたは私の中にいる。これからはいつも一緒ね。どちらかが望めば会える。待っていますよ、夢の中で。待っていますよ、夢の中で。
ありがとうございました。さあ、お待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたします。結婚相談所 M&F パートナー代表の宮内一子さんです。本日のテーマは人と人をつなげるのが大好きです。宮内さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。まずは自己紹介からお願いいたします。はい、私は埼玉県で夫婦で結婚相談所を運営しています、 M&F パートナーの宮内一子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今結婚相談所ということをお話しされましたが、結婚相談所をしていて何か感じることがあればぜひ教えていただきたいと思います。はい、そうですね、日々感じるのはやっぱりご縁を大切にされている方っていうのは、はい、うん、ご結婚も早いような気はしています。なるほど、はい、まあ、ご縁を大切にされている方、はい、ということなんですが、はい、具体的にどんな感じで大切にしているんでしょうか。はい、やはり感謝の気持ちとかね、うん、結婚相談所にはたくさん会員さんいますので、はい、その中からこう選んでくれた方とか、はい、自分をご指名してくれた方とか、うんうん、そういうパーティーなんかもそうですけれども、はい、そういうところで出会った人のやっぱりいいところを見つけたりとか、はい、こう共通点を見つけたり、うん、その方とこう真摯に向き合うっていう感じなんですけれども、そういう方はすごくいいご縁をつかんでいます、はい、なるほどなるほど。じゃあ、はい、ほらいっぱい会員がいる中で、はいはい、自分を選んでくれたっていう、はい、まずそこで感謝してる方ということですね。そうです、そうです、おっしゃる通りです。うんうんうん、ね、やっぱりダメ出しするんではなくて、うんうんうん、いいところを見つけたり本当にありがとうっていう感謝の気持ちを大切にしている方ですね、はい、うんうん、なるほどね、はい、もうそういう方って結婚相談ばっかりじゃなくて、はいはい、全てにおいてそういう感謝される方なんじゃないですか。本当にそうだと思います、うんうん、お相手だけじゃなくて結婚のことだけじゃなくて、はい、やっぱりすごく礼儀正しかったり、うん、仲人さん私たちに対しても、はい、こう仕事だからっていう感じではなくて、うんうんうん、本当にありがとうって何でも言ってくれるので、いつ もうすごくそういう子は早いです。なるほどね、そういう感謝する人は幸せを早くつかむということを感じてるんですね、はい、ありがとうございます。私も日々感謝をして頑張りたいと思いますありがとうございます。さて、本日のテーマが人と人をつなげるのが大好きということですけれども、これはいつ頃からご自分が人と人をつなげるのが大好きだなっていうふうに思いましたか。いつ頃からっていうことはないんですけども、気がついたら、気がついたら、もう気がついたら人と人をつなげてました、うんうん、例えばどんなふうに。はい、まあ、結婚相談所を始める前からなんですけど、はい、実は男女誰かいい人いないかっていう感じで言われた時に、うんうん、私が合コンをセッティングしたりとかつなげたりとか、はい、あとやっぱり友人と仕事をしてる友人同士をつなげて、うんうん、その2人が一緒にこう会社を作っちゃったりとか、こうこの人たち合いそうだなっていうのを見るとピンってくると合わせたくなって、合わせたくなっちゃうの、はい、そんなところあります。一緒に何かできるんじゃないかなとか、うんうんうん、はい、そうですね、うん、それで、まあ、合わせるじゃないですか、はい、まあ、うまくいったり、まあね、いろんなうまくいかなかったりあるでしょうけど、はい、うまくいかない言葉にも、うん、でも宮内さん自身は別に得も損もしないじゃないですか、はいはい、そうですね、損の方が多いかもしれない、多いかもしれないよね、合わせるとの2回やったりとか、なんでそんなことするの、はい、なんてでしょうね、うん、やっぱ楽しいから。楽しい、はい、人と人が結びつくと楽しいですか、はい、楽しい、嬉しい、嬉しい、はい、どうしてそういう気持ちになるんですか。どうしてでしょうね、うん、なんででしょう、うんうん、自分でもよくわからない、わからない、はい、うんうんうん、でも人がこう結びついて、はい、幸せそうにしていると、はい、自分も楽しくなるってことですよね。そうですね、うん、はい、私が直接こう知り合う人同士
なんですけど、その2人は知らない人同士だと、はい、やっぱりその出会いってすごく貴重ですし、そうですね、はい、でまたその出会った人たちからどんどんまた広がっていくっていうのを見るのも楽しいです、うん、この2人だけの出会いじゃなくて、うん、その友達の友達がまた出会ったりですとか、そういう広がりが見ていくと楽しいなと思ってます、はい、なるほど、はい、人が楽しく、はい、もしくは幸せそうになると、はい、自分も楽しくて幸せになるっていうのが宮内さんなんですね、はいはい、そうです、もう理屈抜きで理屈抜きで、はい、ね、そっかそっか、はい、でもちょっと一つ聞いていいですか、はい、ホームページ見させていただいて、はい、結婚当初、はい、非常にご苦労されて、もう辛い日々を過ごされたということなんですが、はい、よくほら他の人の幸せを見て幸せだと感じられるのは、やっぱりその時に自分が幸せであるということが前提になっているということを聞いたことがあるんですが、はい、おっしゃる通りです、ね、その時期、はい、ご結婚されて辛かった時期はどうでした、はい、他の人の幸せなところを見て、喜べなかったかもしれないですね、もう忘れちゃいましたけ ど、 なるほど、ね、必死だったんですけど、確かに余裕はないですよね、うんうんうん、人の幸せを喜ぶっていう、なるほどなるほど、 で、ね、はい、でその後なんか、はい、ご家庭の関係が持ち直して、はい、いい感じになってるって書いてあったんですが、はい、ちょうどこの間結婚33周年迎えたんですけど、はい、もう今は本当に昔のことが嘘みたいに、うんうんうん、まあ、幸せです、いい感じになっちゃったのね、はい、そうですね、やっぱ孫も生まれたり、うんうんうん、子供たちも結婚して、はい、やっぱりそのやっと親の苦労を分かってくれたりとかもありますし、うんうんうん、まあ、自分が子供産んで、はいはい、やっぱ今本当に日々幸せだなっていうのは感じてます、じゃあご結婚される前に、はいはい、みんながこう結びつくのがとっても幸せだと思って生きてきた、はいはい、で結婚されてちょっと自分自身が辛かったので、はい、そういう思いは持てなかったかもしれない時期があって、はいはい、で今幸せになってきて、はいはい、で結婚相談所を始めたのは、はいはい、やっぱり自分がこうもともと持ってるみんなが幸せになると、はい、私も幸せな気持ちになるという、はい、その思いが強いと思いますか？思います、うん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 、はい、確かに今9年目なんですけれども、相談所始めてやっぱりその頃から、その頃はもう、ね、ある程度幸せな時期だったので、こう自分だけじゃなくてやっぱり周りの人も同じように幸せな結婚をしてほしいなっていうことは思ってました、うんうんうん、はい、なるほど、はい、そういう周りの人が幸せにするのが好きなことが爆発したわけですね、はいはい、そうですね、もう爆発してます、爆発して 今もうめちゃくちゃ爆発してますめちゃくちゃ爆発してる、はいはい、もう本当にもう関わってる人、関わる人全員幸せにしたい、うん、でちょっとおこがましいですけど、本当に来てくださった方はなんとか全員幸せに結婚していただきたいなと思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。素敵ですよね。ありがとうございます。その爆発するその気持ちがこの人と人をつなげるのが大好きというテーマになってくると思うんですけれど、はいはい、そもそもどうしてそういうふうな大好きって思うようになったのかなってご自分で思われますか？はいはい、やっぱり環境というか、はい、小さい時から の環境が大きいと思います。どんな環境だったんですか？私沖縄生まれなんですけれども、はい、兄弟6人、6人、はい、そうだ、6人、いやでも少ない方です。少ない方なの？周りには12人兄弟とか、うん、8人兄弟とか、はい、今でもね沖縄だけは少子化関係なく頑張ってますけど、うん、はい、なるほどなるほど、6人で両親で8人家族で、はい、本当狭い団地に住んでたんですけれども、うんうん、父が空手やってて、はい、その外国人の方もよく
習ってる人たちが出入りしてましたし、もうとにかくあの母もおせっかいで、はい、こういつも家にいろんな人がなんか相談に来たりとかやってきて、常に人が家にいるっていう。なるほどね。常に人が、はい、家にいる状態、はい、だから、まあ、人は好きなんですけど、さらにそのどうしてつなげるのが好きっていうのもなんとなくもう当たり前のように、こう何か困った人がいたらこうつなげるっていう、はい、助けるイコールつなげて助けるっていうのはありますよね、あの最初に話したのはこう仕事とか結婚とか、はい、そういうあれですけど、あの別の意味でも何かこの人が困ったらこの人に相談したらいいんじゃないのかなとか、助けてもらったらいいんじゃないか、そういうのもなんとなく昔からやってたような気がします。昔からやってた、はい、お母さんってどんな人だったんですか。はい、母はもう本当にめちゃくちゃおせっかいで、おせっかいで絶対 DNA 入ってますけど、例えば、なんでしょうね、あのママさんバレーを、はい、その団地の人たちがやってたんですけど、母はやってないんですけれども、はい、あの毎日そのバレエの練習に行くお母さんたちの子供たちの子守りをするのにいつも体育館に、はい、あの私たちも動員、子供たちを動員して、ただ子守りをするために、はい、行ってました。やらないのに自分は。偉いね。そうですね、あの、あと迎えに、周りの人のあの子供を迎えに行った、保育園に迎えに行ったり、はいはい、私たちも迎えに行かさ行かなくて、はい、そういうのとか、あといつもあの団地のねゴミの収集のおじさんが来ると、必ず冷たい麦茶を入れてこれ持ってって、毎回持たされてたりとか、なんかお母さん、なんか優しい人なんですね。優しい、まあ、ね、田舎なので沖縄とかあの辺はそういう感じの雰囲気は皆さん持ってるんですけれども、まあ、みんな地域で地域ぐるみ地域でみんなでこう育てようとか、はい、みんなで良くなろうとか、はい、そういうのがあるんですね。今は分からないですけどね、昔はそういうのありましたし、あのその中でもやっぱり一番はこう中心というか、みんながこう家に集まってくるっていうのはずっと見てました。なるほどね。本当困ってたらなんか何かしら助けてたりとか、やってるのも見てました、はい、もう完全にそれ宮内さんの中入ってますね。そうですね、私もそうですけど、兄弟みんな、兄弟みんな、はい、だってそういうふうに育ってるからみんなそうですね。それが当たり前っていうか、はい、おせっかいだし、はい、優しいんですね。まあ、ね、優しい、まあ、そう言っていただけると、だから今のこの結婚相談所という仕事は、はい、転職なんじゃないですか。一番嬉しい言葉ありがとうございます、うんうん、あの転職って言われるのが本当に一番嬉しいんですけど、はい、占いの師にも言われました。あ、なるほどね、本当に転職だと思ってます、ね、だってね、いろんな人がこう結びつく、はい、そのお手伝いができるなんて最高だし、そうですね、もう、ね、来てくれる人もう人がね来るのも嬉しいですし、はい、ね、ここでお世話になったら本当になんかね、いいですよね。ありがとうございます。もうウェルカムですね。ウェルカムです、あの結構ね、あの本当に商売に走ったりとかするところもあるんですけれども、やっぱりあのそれだけだとこの仕事はできないので、本当に気持ちがないと絶対できないと思ってますので、なんかね、真心で、はい、あの結びつけてくださるような気がするんですが。ありがとうございます。 そのように、まあ、心がけてというかね。なるほどね、はい、素敵ですね。本当ですね、ありがとうございます。ぜひ、その結婚相談所のもう、はい、宣伝してください。もう、はい、どうやったらいいのって皆さんこの、はい、見て思ってらっしゃると思いますので、はい、PR お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、これがあの2人で写ってますけど、はい、あの夫婦でやってますので、いいですね、あの、はい、男性目線、女性目線、そういう対応もできますし、はい、あの主人がアパレルにいたので紳士服の、はい、ファッションも、はい、アドバイスできます。お、素晴らしい、はい、ぜひあのそこに QR コードがあるんですけども、はい、そちらであのホームページ、はい、
が見れますので、はい、このお問い合わせフォームからお問い合わせいただけると嬉しいです。はい、はいはい、どしどしね皆さんね、まずはね、はい、あの相談無料ですので、とにかく相談だけでも一度来ていただければ、はい、嬉しいです。わかりました、はい、ありがとうございました、はい、またもうぜひ、はい、もっともっと具体的なお話も伺いたいと思いますので、またこちらのスタジオに遊びに来てください。本日ありがとうございました。ありがとうございました。宮内一子さんでした。ありがとうございました。それではインフォメーションのコーナーに移ります。まず最初は株式会社日本天霊からのインフォメーションです。葬儀のことで悩んでいませんか？日本天霊では明確な費用の提示、親身に丁寧で分かりやすい説明、そして日本天霊の会館使用料は無料とするなど、安心してご依頼いただける葬儀会社です。葬儀のことで悩む前に、ぜひ一度足立区矢在家の日本天霊にお越しください。日本天霊からのご提案です。葬儀の生前見積もりを取ってみませんか？葬儀の予算や会場、参列者など葬儀のイメージを考えることで、自分が何を準備したらよいのかが分かってきます。足立区矢在家の日本天霊までお電話お待ちしております。続きまして、不登校のお子さんの居場所、江東区亀戸のフリースクールアスパルからのお知らせです。フリースクールアスパルは小学生、中学生、そして高校生の不登校のお子さんの居場所です。信頼のできる大人やお友達との関係の中で、安心して過ごせる場所に来てみませんか？リアルな居場所とオンラインでのサポートのハイブリッド型フリースクールなので、通い方や学び方をお子さんに合わせて選べます。高校受験や大学受験まで対応できる学習支援も行っています。見学、体験もできますので、ご興味のある方はお電話にてご連絡ください。続きまして、株式会社ユーゴワークスからのお知らせです。業務の無駄を省いて療育時間を増やす裏技があります。オンラインの無料説明会で詳しく聞いてみませんか？授業所のお悩みを一緒に解決します。お問い合わせは QR コードおよびデイロボ。検索どうぞよろしくお願いいたします。最後にワインからのお知らせです。まずは音楽配信サービスのお知らせ。ワイン新曲配信第1弾。世界で一番の男に、配信第2弾、待っています、夢の中で、絶賛好評配信中です。各種音楽配信サービスでご視聴ください。画面上の QR コードからも検索できます。次にワインの CD のお知らせ。ワインの CD はコンサートおよびイベント会場でご購入いただけます。そしてワイン Facebook のお知らせ。毎日更新していますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。詳しくはワインのホームページをご覧ください。漢字で和音、ひらがなでワイン、並べて記載和音ワイン。検索どうぞよろしくお願いいたします。ワイン&子どもど真ん中プロジェクト、この番組の提供は忍ぶ心を形に、
心の葬儀社株式会社日本天霊と、小学生、中学生、高校生のための不登校のお子さんの安心の居場所、江東区亀戸にあるフリースクールアスパルト、児童発達放課後等デイサービス支援ツールデイロボ、株式会社ユーゴワークスの3社でお送りいたしました。それでは来週火曜日午後6時、18時にお会いしましょう。次回までお元気で。さようなら。